こういう人の専門家ですよ、弁護士さんはね。こういう人でも理解できない判決を。あの取締役の責任を追及しない日本の、 あのなんか風土っていうのものすごくひどいと思ってるのね。それを一つ壊していく気があのきっかけになればいいっていうふうに思います。はい、もう本当嬉しくて嬉しくてやったって何度も叫びました。でやっとまあ扉を、開けてもらえたかなっていう、ずっとノックし続けてようやく向こうにいる人がようやく扉を開けてくれた、そう思いますね。素晴らしい決定だと思います。最高最大の責任者であるですね、勝又氏を起訴すべきだといい、そしてまた原子力部門のトップである武藤氏とですね、竹黒氏を起訴すべきである。この3人はですねよく事実を知ってたんだと、しかしそれを握りつぶして、そして、お金がかからないように先延ばしにしてたんだということをですね、非常に詳細な事実認定のもとに、責任を認定したということで非常に素晴らしい決定だと思います。非常に市民の常識に立った議決の内容だと思いますね。福島原発のあの事故というのは大変な事件なんだと、今も収束していないし今もみんなが苦しんでいるんだよっていうことをまず初めに書いて、そこからですね解き起こしているということですね。それからあと技術的な、ところで言うと地震予知のための推進本部というのがあったんですが、その推進本部、これは役所の一部なんですけど、その意見で、要するに大きい津波が来るかもしれないという警告を出したにもかかわらず、東電はあえてそれを無視したんですね。でその無視したことについて口を極めてですね非難をしている、そしてその水本の意見を取り入れないための時間稼ぎをするためにあえて土木学会に再調査を依頼するとかですね、そういう時間稼ぎをしたんだというような非常に踏み込んだですね、もう時間稼ぎという言葉をそのまま使ってますからね、そういう意味でですね非常に生々しい事実認定をしているということですね。素晴らしいと思います。強制捜査をしないということ自体がですね不当なことです。ちょっとした事件でもですねすぐ翌日にはその本部にね、乗り込む、現場に乗り込む、そして証拠書類や証拠物を根こそぎ持っていく、それを分析することによってですね真実に迫れるわけですね。だけど検察はですねどういうわけか及び腰で、遠慮がちで、何なんだと、あんた方が持ってる捜査権限っていうね権力を全然行使してないじゃないかっていうことを私たちは言っていたわけですが、検察はですね市民から猛省を促されてるんですよ。それはやっぱ答えなきゃしょうがないでしょう。はい。